はい、こんにちは、ブルーフォースです。本日もやってみましょう。19年目も持って100年目に破産するブルーフォース社長をやってまいりたいと思います。ということで、前回最後の最後でね、なんとか無事ですね。あれ、独占、あ、69件もこいつ独占できんのか。浜松まで、小田原、近いところまで飛んでいきやがったな、急にな。どうしよっかなー、どうしよっかなー。やっぱ近づくだけ近づいておかないときついよね。で、独占、なかなかいいところ独占しやがるな。やっぱね、100% とか 200% ってなってくると結構大きいよね。こいつに独占されるっていうのがすっげーなんかシャク。てか、なんかみんな近づいてくるじゃん。あれ？あんなに頭パックリだったっけ、こいつ。頭パックリ、なめろうなめろうになっちゃってる。めちゃめちゃ近づくやん。残り2マスやん。これ結構辛。てか、浜松独占できるから浜松に行けるとかそういうオチはないのかな。スペシャルカード消えよう。残念でしたね。スペシャルカードがなくなるってなかなか辛いんじゃないですか。ということで、星飛びでどこまで行けるかな。星飛びで18マスと、ちょっと待ってね、物件飛び周遊で、じゃあそうなんで、ちょっとボンビーがつきそうな感じになっちゃってるから、18と、どこまで飛びますか ?18 と16、微妙なところだな。2マス差か。じゃあまあいいや、高い間行きましょう。これでどんどん飛び行きましょう。やっぱりね、1年での収益をやっぱり100億を超えていかないといけないところだから、てかもう持ち金が100億を超えている、すごい、3町、古い町なり、3パチみたいな。1パチとか4パチとかあるじゃないですか。パチンコやったことないからわかんない。そう、マジでパチンコとかやったことないの。だから1回とか経験してみた方がいいのかなとかと思ったりするけど、ありがとうございまーす。今30億出したから、その30分の1でも回収できるときもすげえありがたいです。はい。急行周遊。どんどん近づいていきますかね。あれ、これもしかしてゴールできちゃった？ちゃん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 。残念でした。まだまだお前じゃ甘ちんですね。残り4マスか。でもなかなか4マス近いですね。ちょっと待って、これ残り 2? こういう時に出すかなとかって思ったけど、やっぱり運がなかったね。重なり合う瞬間、目と目が合ってく。お前、ちょっと現金大好きな。もう現金だけ捨てて重なる。しかも34ってもう、さっきのめちゃめちゃでかいじゃん。でもそんだけ現金をさ、求めてさ、追い求めてさ、一生懸命毎月毎月過ごしてってのさ、俺よりも現金が少ないってどういうこと？お前の方が多かったわ。ごめんなさい。全言撤回です。こうなれば新幹線周遊かな。新幹線周遊でじわっと近づいていきましょう。ゴリッと近づいてって、これ14、あとちょっと近づけなかった。残念でごわすね。ってことで、あと2マスなんだけど、2マスなんだけど、あいつが近くにいることが嫌なんだけど、近くにいないとでもあれなんだよね。ところで、ここのカードは一体何を売ってくれるんだい？急行、特急、でもそろそろ特急とか買っといた方がいいか。いや、でもそんな気はするんだけど、一旦瀬戸か、うか瀬戸のうち、彦根、近づいていきたいところとか、やっぱ、ちょっと全部買えないところが、ジブリ、違う、ごめん、間違えた、シブリパークだったわ。ってことはあれだね、宮崎駿さんだね、宮崎駿さんとかがいるんだろうな、きっとな、うん。シブリパーク、2020年だっけもん。シブリパークってもう、たって2020年だもんね。そんな前からあったんだ、シブリパーク。へぇー、ゴールにしまったよ、マジか、久々にやられましたね。屈辱ですね。しかもさ、しばらく進化してないよね。そろそろ、3、2、1、ディストロイとかなりそうな気がして仕方がないんだけど。うわぁ、見るに見かねた陽気人、キャッシュー、いいですねー。ということで仕方がないから、ロイヤル EX でとりあえずぶち抜いていくとか、うわぁ、リニアカードがこういう時の仕方、渋谷とか、あいつらのがチキーじゃねえか。やばい。俺、急いで行かないと、ロイヤル EX ぶち使っていくっていうのはもう、あれだね、口実としてはもう最高のタイミングかもしれない。浜松新幹線車両があるんだ。山梨試験走行艦でリニアモーターカーの先頭にくくりつけられて、時速450キロで、走り抜いたらさ、なんか、やっぱ人生観とか変わるのかな。よっしゃ、あそこ、ロイヤル EX があと1個しかないんだった。これ、大切に使っていかないとね、と言いながらもう、圧倒的合流をしてるんだけど、ちょっと待ってね。そうだよね。こっちが、あと1マス、あと1マスか。まあでもこっちから近づいていく方が、まあこいつになすりつけてね、貧乏は貧乏にどんどんなっていくがいいわ。うはははは。じゃあ箱根買いましょう。箱根の旅館が私は欲しいです。と思ったけど、なかなか豪華だな。よし。彫刻美術館。白地？温泉テーマ、あれテーマパークなんかあったっけ？テーマパークってなんだ？わかんない。テーマパークもちょっと謎なんだけど、よくわかんないけど、うわー、めちゃめちゃ、あれ、これゴールできたんじゃね？もしかして。なんかちょっと遠回りぐる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 することによって。あー、危ねえ、
と一マスだった。うー、危ない危ない危ない。原宿かファッションセンターの街でございますよね。全然ファッションさてかもう楊貴妃以外ファッションセンス多分皆無だと思うんだけどね。てかもう静岡とかもう買えんじゃん。なんでそんな自ら遠回りしていくの。ほらまたさ損していくだけなんだから。ほら宮島返せ、俺の宮島、俺の宮島を返せ、俺の話を聞け。新幹線周かな、新幹線周でくる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 回りましょう。はこれでどうだ、これで14マスで渋谷にたどり着けるんですね。 IT なんか渋谷だから IT ってなんかすごいあのおろそかな、おろそかなって渋谷に IT っていうイメージがあんまりないんだけど、 IT 企業があるんだよ。なんか青山学院大学とか買い占めたらいいんじゃないかなと思うけど、うん、うん、あー美味しかった。14億はい、雷神社長ですね。まあ、結局雷神社長になすりつけられたから雷神社長がもうゴリゴリゴリとか2位だからどんどん蹴落としていかなくちゃいけない。陽気日頑張れ、お前が成り上がっていかなくちゃいけない。湯河原温泉、湯河原ってさ確かさ笑ってはいけないのあの町にもなってたよね。うん、ドゥルーって確か最初の頃の湯河原とかってさあの単純にさ単純に全然単純なじゃないわ、あのケツバットじゃなくてさ吹き矢でお尻刺されるとかそういうな、あ、おかな、横浜米高校、横浜米高校フィーバーからが、はぁ、おー、やった、ありがとうございます。神奈川県を所有している臨時収入12件21億うおー、一気に来たね、ありがとうございます。でもこいつが稼いだっていうのはちょっと尺に触るんだけどさ、半に触るよね。666湯河原、湯河原とこ、うわ、4億、なんかいよいよなんかすごい額が稼げるようになってきたな。しかもあと7マス、 あと1になるんじゃねこれ。お隣ですか、めちゃめちゃ近いよ。しかも全部買いよる、こういう時は買うんだな。国宝美術館、あのよく箱根行くんだったら個人的にはね あれがすごいおすすめですね。ガラスの森美術館、あそこすげえ良かった。うん、あの生演奏を聴きながらケーキを食べられるっていう最高のね贅沢ができるから。うわギリ行けないのか、横須賀行く、どうしようかな。意外と買い占められる土地が少ないんだな。なんか右上の土浦とかなんか買い占められそうな感じがしたけど。ナイスじゃないですね。川崎はどうだ、川崎ブレイブサンダースも買おうか。ラゾーナビル、横須賀。いいですね。ここ自分が結構持ってる土地だから、ここちょっと追加購入しておきましょう。はい、まとめがいい。OK です。ハルゲンって何？ハゲないためのランプみたいな。あれ、スペシャルカードとか持ってたっけ、こいつら。あ、てか、待った、スペシャルカード俺持ってんだから、スペシャルカードが使える、待ての位置に解けばよかった。あ、しかも、あれ、1、2、3、4、5。あーお前がゴールすんのかーい、マジかよ。しかも、俺が一番遠いじゃねえか。結局、竜城カーブ、温泉施設ですね。いいですね。いやなんかすごいな、今回だいぶハイペースでゴールたどり着いててんな。まあ、小田原と渋谷と湯河原ってもう近いところがあるからね。うん、期待カード、はい、期待ぶっ飛んでってください。うわマジか、じゃあロイヤル EX になすりつけていきましょうか。はい、あの私のお稲荷さんをあのパクッと食べさせて泣かすクリニックス、それは高須や水利水、あちょっと待って、しかもさこれさ地があるってことはぴっちり止まれなかったらたどり着けないんじゃないかこれ。どうせこいつ危ねえだよね。うわー、ぴったりじゃなかったらたどり着けないってことか。じゃあ星飛ぶか。もうさっさとゴールする方がなんか基地な気がしてきて、30全部遠い。舐めてんな、全部遠いやん。さあ、頼む。83件しかない。1件買うだけで、おー、やった、いいですね。今回の人は8箇所です。中洲、通しばー。違う、危ない。ちょ、今コントローラー勝手になんか下の方行った。誰かに呪われてる俺今。危な、めちゃめちゃ遠いところ行かされるとこやって。何のために物件飛び使うのよ。これなくなったら終わりなんだ、物件飛び。対馬、まとめ買い。対馬、イカ釣り漁。さあ、これでどうなる、ウルリンとか来るのかな。ワンビー、日本人は日本三大何々という三つなり、でも三つ目ついでブルーゼン大社長。日本三大は何県にあるか答えてる。日本三大名石。はごめん、これは、このチリとかって、本御影石、御影は、うわー、これバカがバレるぞ、御影か、なんだ、兵庫県じゃん。あの、あれですよ、あの、阪神御影駅ってあるからね、近く、なんだ、めちゃめちゃ簡単じゃん、冷静に考えたら、あの、すぐ分かる問題だったね、うん。いや、でもこういうのでさ、バカがバレるんだよね、あれ、鉄道省ってなんだっけ。で、左行くんだろ、どうせ。どうせまた小銭稼ぎだろ。分かってるよ、お前のやろうとしてることは。もう全部バレバレ。お見通し。
ということで、10だから、とりあえず特急周遊でくる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 回りましょう。10出たよね。あーはーん、ちょっと通り過ぎちゃいますね。でも、中津、クリニーク、中津行けねー。秋月か、あ、で、どうせやるんだよ。スペシャルカード行けるから、オッケー、トゥ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 。でもちょっと待ってね、なんか嫌な予感もするんですよ。なんかここでワン、ツー、スリー、ドーンとかなりそうな気がするから、まあ、ここで金は全部使っておいて、で、あ、でもな、ここで、あ、よかったよかった、ウルリンでよかった、八王子やめてー、俺の縁のある、まだ売るの？あー、終わりー。はい、じゃあ、誰に痩せつけることなのかな。とりあえず、雷神につけたいな、雷神につけてさ、で、キーボービーってなって、現金をゴリ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 削ってほしい。あいつ、現金以外、マジで、なすすべがないくらいコンビニ人だからさ、こいつはもう現金削るほどのあれがないから、別に5億程度なんかすぐに潰すこともできるしさ。年飛び、ああ、このタイミングで飛んでくるのか、マジか。このタイミングで飛んでくるってことはすごい近いってことだよね。ってことはやっぱり陽気比についちゃうのか。しかも乗せつけられる相手がすぐそばにいないってことだから、もう絶望と共に散れっていう話になってくるよね。しかもこんな近く、一攫千金売っちゃうの？めちゃめちゃ買うやん。ああ、現金に物を言わせてるってやつね。1億6400万、一気に稼いできたな。じゃあってことでスペシャルカード。ちょっと待って、あと何マス ?4 マスですね。ちゃ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 そう、どうでもいい。プチ情報、豆情報、豆知識でした。はい。ということで、それでは皆さん、再び目的地目指して頑張りましょう。ブルーの所長、ぐる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 回してて、平泉さーん、中尊寺金色堂へようこそ。めちゃめちゃ遠いですやん、まとめが。屋台村、カナリアシティ。そういえば、カナリアっていたな。うん。あれ、解散してたっけ、カナリアって。なんか英語だかなんだかをそれっぽく喋ってるような、なんか一人がアフロでメガネかけて大きいお花させてた人。なんかそんな人がいた気がする。うわぁ、こいつめちゃめちゃ近いですやん。羨ましいですね。はい、中尊寺金色堂で、おきんきん、まっきっきりしてってから、そっち行くんかい。新幹線収もなくなって、期待カード売っちゃったよ。で、特急カード、ポイントで買って、あー、なるほどね。ポイントそういう使い方で、合計2700万円分ですね。あ、うるうりん、うるりん。はい、推理小説。推理小説売っちゃったろ。あー、もうすべては迷宮入りでございます。真実はいつもじっちゃんが一人。どういうことや。さあ、で、ブン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 飛んでって、あー、12月の収益なんて大したことね。それでもやっぱり公然に稼ぎない。ちょっとでも近づいていってね、マス、76マスは遠すぎるって。ってことで、私は今から食べます。ちょ、恐れ山。あ、恐れ山近い。あ、ちょっと待って、でもちょっと待って。都の方が近い。あー、恐れ山ってあれですよ。クレヨンしんちゃん、暗黒たまたま、大作戦、暗黒たまたまの野望か、の特例ですよ。あっそれ山、恐れ山じゃなくて、あっそれ山、恐れ山は聞いたことあるけど、あっそれ山なんか聞いたことないぜってヒロさんが言うシーンがあるんだけど、金が全然足りねえ。ロイヤル EX めちゃくちゃ欲しいけど、買えねえ。だって、ウルリン、無理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 リン。お払いカード別に、あ、でもな、今、あれだな、カードに余裕があるから、溜まった時にやっぱ売るっていう感じにしようかな。そうだよね。売る、え、ちょ、待って、え、でも、え4分の1、あ、そうか、4分の1か、4分の1かってことは、運賃が上がったけど、値上がりもしてるわけだ。売るときのカードも、上がってるってことね。だってマジで15とか出したら、ブチのメスやけど、大丈夫だね。10だったね。はい。オッケー。でも近づいてきてるんだなぁ、ほんとに。あ、また人の無事になんかもう、はい、よっけー、わさび店4億。はい。もうどうせ一気に金がなくなってるけど。で、ここでね、急行周遊とかってケチってるから、めちゃくちゃ遠いのにさ、特急周遊とか使ってさ、そしたら4、6にさ、もう少しで1とか2とか出してたら、それだけでもさ、ちょっとずつ進むことができるのに、まあどうせもうたどり着くと諦めているのかも。スリの銀次来たどうせ俺だろ、俺にスリの銀次がまたちょっとでも出やすいとかそういうパターンにしてくるやつなんだろう。もう新幹線周遊でちょっとこれ6を出す自信がないので6、1個出てるんだよな。10で、はい、平泉さんありがとうございます。お前に金箔の金色堂差し上げようじゃねえか。金箔の金色堂って何。金箔の金色なんか名探劇場版名探偵コナン金色の金箔堂ってわけわからへんねん。じゃあ間違えた。金箔の金色堂なのに、ね、コンパクの、あーもうわからなくコンパンボルポンポケモン Z。 さてそれでは皆さん再び目的地へ。ブルーフスターズ目的地はここです。クージー、あ、まためちゃくちゃ近いところだな。岩手県か、大して遠くないですね。同じ県内じゃないか。
あ、分かんなくなっちゃう。平泉が何県なのかも分かんなくなっちゃう。とりあえず、あ、買い占めることができました。じゃあ、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 45箇所、あと5箇所ですね。ナイスですね。でも、ちょっとずつ今、元気がなくなってきて。でもさ、めちゃくちゃ良くない？残り数億でしょ？あのさ、1年間通してさ、お金を使いまくってさ、あの現金を全部使い切ってさ、で、あの、ちゃんと、あの、また3月、じゃあ4月になったら資金を調、あの、現金を調達してっていうの、そういうのを繰り返していくってさ、すげえうまくルーティンを回してってるんじゃない？俺、天才かもしんない。天才ではない。わあ、こちらが超気持ちよさそうに置いてる。で、その後ろマグロが、あなた、あれって潮吹きだよねって。あのさ、ほら、ほら、ポケモンの海洋画とかでさ、あのさ、あの、ほら、潮吹きって技があるじゃないですか。しかもあれ体力のさ、多い少ないでさ、潮吹きの威力が変わってくるってさ、もうまるでさ、もう人間と一緒だよね。あの、人間の何がとは言わないけどね。はい、ということでくるくる回っていきましょう。トトトトラタタタタゴールたどり着く、そしてタタタタタタタ、私がナンバーワン。タタタタタ、めちゃくちゃいい顔の漁師さんと、わあ、料理のうまそうなおばあちゃんがいるな。もうぜひあの、ってやってほしいよね。オッケー、ということで、22億一気に手に入りました。ありがとうございます。スペシャルカード、スペシャルカードマジでありがたいんですよ。近づいた時のね、やっぱね、残りの微調整というところがさ、お修行系のカード使うの超もったいなかったりするからさ。うわー、また伊豆市か。うわー、伊豆市っていう名字のやついたな。そういえば中学の時にいじめられててさ、助けようとしたらさ、どうせお前も俺のこといじめるんだろうとかですげえひねくれたやつがいたんだけどさ、そんなこと言うからお前いじめられるんだぜって思いながらさ、もう結局あのいじめられてるのもなんか生還するせざるを得ない。なぜかというと、助けようとしたらそいつが俺のことをいじめてくるからさ、もうね、本当にダメですよ。いじめられてる時っていうのは、あの、黙っててじゃない。それはあのね、あの、モラル、あの、パワハラとかモラハラを受けている人たちと同じ精神になってくるのかもしれないけど、またこいつ元気で16か、お、なんだ？イエローカード、あれだな、イエローマスに止まった何人目、何回目のやつじゃみたいな、50回。最初にカードマス50回。場所外カード。うわー、場所をチェンジしちゃうってことかな。やっぱり政治をチェンジ。さあ、どんなに頑張っても、どうせ 1とか2とか出せないので引き返すんだろ、君。そんな気がしてたよ。もう俺予言者じゃん。もうすべて言うことが正しくて合ってるじゃん。怖いじゃん。さあ、くるくるくる北へ。おや？うわぁ。年齢の最後に恐ろしいことが起こるよ。わぁ。てれーてれーてれー。あ、よかった。ただのキングボンビーだった。もうデストロイだけにはならないでほしかった。お前それマジで何で言うてんの？68マスめちゃめちゃ。じゃあ、星飛びます、飛びます、飛びます。あ、いいですね、あやべ、いいですね。ピース、ニューヨーカー、ピース。3年くらいアメリカに行ったけど、なんか全然英語が喋れんつって、なんかあの、嘆いてたみたいな話は超有名だよね。うわー、これどうなんだろうな。刀狩りで、刀狩りしても今でも、大して、いいやつは手に入らないよな。ってことは、これ新幹線を3枚、持てるだけ買っちゃおう。新幹線の場合、特急周遊の新幹線の方が多分、あ、でも5枚、カードがいっぱいなしか。ウルリン、ウルリンはウルリン、ウルリンは、あんまり意味がないですね。で、ポイントは今1億9000万で、これで一気に2億になりましたね。2億4100万、OK ですね。ナイスですね。ということで、決算を迎えてまいりました。鉄道の歴史、1900、お、大連ハルピン。あ、大連ハルピン、南南州鉄道、懐かしいな。うん。OK。ということで、ヤシャ姫でございます。今年の収益額は、ついに、あ、まず、全然100億とか突破じゃないな。70億か、10億くらいしか増やせてないな。あ、でも、しかも今年、雷神がしょぼいな。もう現金をめちゃめちゃ持ってたはずだから、結局、あー、抜かしてるよ、気合いってか、こいつらなんか順調に増やしてってやがんな。うわー、ダメ、近づいてきてる。でも、1000億が見えてきたね。来年は確実に1000億を超えてくるというところですね。うわー、なんか下の方でこちょこちょ醜い争いをしてらっしゃいますね。はい。ということで、19年目終わりました。ということで、いよいよ節目の20年目、そしてキングボンビーも出てきたということで、まさかの腹待ち受けているのではないでしょうか。ということで、5分の1消化をするところの記念すべき20年目、ぜひ、次回もですねご覧いただけたら幸い極みです。チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお楽しみください。お待ちください。ではまたお会いしましょう。バイナラー。